時間のないあなたに1分コロナ情報おはようございます。漢方薬剤師心理カウンセラーの梅垣まゆみです。今回の情報はウイルスは2週間で1回のサイクルで変異するについて厚労省ホームページよりお伝えしますウイルスは流行中も少しずつ変異します新型コロナウイルスは 約3万塩基により構成された RNA ウイルスですが、この延期は約2週間で1回のサイクルで変異しています。今回の変異種がより重症化あるいはワクチンが効きにくいとは今のところ認められていません。他方で今後世界中でさらなる調査分析が必要としています。ここで一つ解説です。 約3万塩基により構成された RNA ウイルス。この塩基というのは漢字は塩は塩、基は基礎の基、基板の基と書きます。アルカリ性物質で酸を中和して塩を生じる物質です。核酸という生物の細胞内にある重要な物質、この核酸の DNA、RNA を構成する物質です。 DNA, RA ともに遺伝子に関する重要な物質になります。ウイルスも DNA を持つものが多いですが、今回の新型コロナウイルスは RNA ウイルス、この RNA のみを持つウイルスになります。今日はこれで終わりです。1分コロナ情報でした。次回は明日7時45分。それでは今日も良い一日をお過ごしください。